奈良コミの坂です。今回なんですけども、とある商品をね提供いただいたので、そちらの方を家で作って食べていきたいと思うんですけども、まずそちらの商品がパエカマジャーという商品です。なんじゃそりゃって思われた方ほとんどやと思うんですけど、こちらパエリアが炊飯器で作れちゃうっていうね、最高のね一品です。僕がパエリアを作れちゃうんですからね。はい、で今回ねご提供いただいたんが、こちらの動画でお伺いさせていただいた野菜ダイニング菜園さんの久保田シェフの方から連絡いただきまして、今回パエカマジャという新商品が出たんで、ぜひ食べてほしいですっていうところでご提供いただきました。以前もねスープで食べるご飯とか、そもそもこちらのお店で食べるね週替わりランチとかもめちゃくちゃ美味しかったんでおすすめなんですけども、そんなお店が新商品としてね炊飯器で作れちゃうパエリアっていうものをね開発されたということですので、早速そちらの方を作って食べていきたいと思います。じゃあ作っていくぜ、ウィス。こちらが炊飯器で簡単にパエリアが作れちゃうパエカマジャー。どんな感じになるのか楽しみ。裏面には作り方もしっかりと書いてくださっています。まずお米を2合用意します。そしてお米をしっかりと研いでいきます。動画ではカットしていますが、数回磨いてしっかりと水も切っています。あとはパエカマジャーを炊飯器に入れるだけ。イカやアサリなどの具材は最初から入っていますが、お好みでいろんな具材を入れちゃってください。お水も入れずに作れちゃうので楽ちん。本場に近いアルデンテ食感にする場合は早炊きを推奨しているということで、早炊きモードで。ちなみに炊き込みモードでも可能です。それではオープン。魚介の風味が顔全体を襲いました。めっちゃ良い香り。ちょっと水気が多い気がしますが、混ぜてみると下の方は固めで、混ぜ終わってお皿に盛ってみたら全体的にバランスが良く、本格的なパエリアが完成しちゃいました。ということで実食。はい、ということでね、今からねパエカマジャーの方を食べていきたいと思います。炊飯器で簡単にまさかパエリア料理が作れちゃいました。ということでこちら早速食べていきます。あ、ダメやで、お前の分はないぞ。悪いな、さすがにパエリアは猫は食べられへんわ。早速いただきます。ちゃんとイカとかね、このハマグリも入ってて本格的ですね。いただきます。うん、うまい。めっちゃ本格的。結構香りがね強いんでね、しっかりと味もしてますし、炊飯器開けた時に結構ね水っ気みたいなの残ってたから、もっと柔らかいんかなと思ったんですけど、しっかりね歯ごたえもあるお米になってて、めちゃくちゃ美味しいですね。うん、ちょっとねこれ分かるかな、お焦げもしっかりあるんですよね。でちょっとだけねそのお焦げの部分が苦みを感じることができて、家庭の味というよりはなんかレストランで食べるね本格的な味って感じがします。すげえな、炊飯器でこれ作れるって。うまい。もうパエリアも炊飯器で簡単に作れる時代か。奈良コミ。はい、てなわけでパエカマジャーいただいたんですけども、うまかったですね。スパイーン。ということでね、本場の味に近いしっかりと魚介の風味が豊かで、まあ、エビの味であったりとか、まあ、それこそイカとかね、風味だけでまずめちゃくちゃ美味しいです。とにかく旨味が詰まった料理だなと思いました。でなかなかこちらの料理をねちゃんと作ろうと思ったので、いろんな具材とかいろんな魚介とか買ってきて、それをいろんな出汁と混ぜたりとかして作らないといけないと思うんですけども、もうね僕はね片手一歩でピッと炊飯器で作れちゃうっていうところで、こんな本格的な料理が作れるっていうところで感動しました。今回炊飯器で、まあ、早炊きモードで炊いたんですけども、通常モードで炊いても美味しいねパエリアをいただくことはできるんですけども、炊きモードのがより本場に近い風味になるということです。ただ一点注意していただきたいことがございまして、久保田シェフがおっしゃるには、炊飯器によっては高温になる影響で早炊きモードでやると途中でね切れてしまうってこともあるらしいんですよ。ですので、もし途中で切れてしまうって方はね、もう普通モードで炊いてもらって食べてもらえたらと思います。売上金の一部をフランス料理のマナー教室っていうのをね開催されるということで、そちらに当てられるとおっしゃってました。実際ねこのパエカマジャーが食べたいって方はね、なんかクラウドファンディングでなんか集ってるみたいな感じのことを聞いたので、概要欄の方にねそちらのリンクも載せておきますので、ぜひ気になる方はそちらのリンクから購入いただければと思います。
一つのねパックでね、大体2人前から4人前分ぐらいはね量があるということですので、まあ、晩ご飯としてねいただくこともできると思いますし、お友達呼ばれた際とかこちらの料理をね出されると、こんな本格的な料理作ってるみたいな感じでね、おそらくね感動されると思います。普段はね僕がねお店とかに足を運んで商品をね紹介するっていう形なんですけども、今回珍しくこういった形でお声いただいて、すごいなんか斬新さも感じまして、すごく貴重な経験ができました。ありがとうございます。こちらの商品を開発された久保田シェフのお店は野菜ダイニング菜園さんといいまして、近鉄奈良駅から徒歩 2,3 分のところにございまして、すごい立地も良くておしゃれなお店ですので、ぜひ一度足を運んでいただければと思います。はい、今なんですけど、ちょっと久保田シェフの方からメールが届いたんですけども、こちらの動画ご視聴の視聴者様に抽選でね5名様の方に今回僕が食べたパエカマジャーの方をねプレゼントしていただけるということですので、ぜひね皆さん応募してもらえたらと思います。応募方法なんですけども、こちらも概要欄の方に久保田シェフの Gmail メールアドレス載せておきますので、そちらの方にご連絡ください。ご記入いただく内容といたしましては、お名前とご住所とお電話番号と、まあ、何でもいいので一言ねいただければと思います。5名様っていうところでね結構な数いただけるなっていうところもありますし、他のチャンネルとか他のなんか抽選とかに比べたらね、わりかし当たりやすいんじゃないのかなと思いますので、ぜひ応募してみてください。炊飯器で美味しいパエリアが作れちゃうんで、ぜひね皆さんこのパエカマジャ食べてみてください。いつもと違うお時間帯でね今回動画出してますけども、今回特別編ということで、21時からはね、通常通りね、動画の方もね、更新いたしますので、またそちらもお楽しみに見ていただければと思います。ということで、奈良コミの高でした。バイ。ありがとう。